車の中にある自転車、これをちょこっと引っ張り出してきて、よいしょ、折りたたみ自転車です。サドルを出して、ハンドルロックすれば、ここまで来るとあとはね、ほっこれで折りたたみ完了っていうね、素晴らしい自転車ですよ。この折りたたみ式に惚れて買っちゃったって言っても間違いない。エネリ、エネリ、電動アシスト自転車、まるでジャックナイフのように、まだ納車されたばっかりなので操作の方法がいまいち分かってませんけど、はい、こういうことか。一応何もしないで走ってみましょう。ギア比1、内装3段なんでね、ペダル回した段階ではいけない。あ、でもさすが、そこそこ値段がするだけの折りたたみだけあって、これでも、あ、いいね、うん、はい、折りたたみの電源を入れます。ここのところにメインスイッチがあります。ちょっと分かりにくいですけど、多分グリーン色になっていると思います。で、その後こちらの電源を入れます。簡単に充電してきたのでフル状態になってます。さて、これでまずローモード、あやっぱり、ローモードでも分かるもんだな。ミッドモード、さらにわかる、軽っ。さあ、さらにハイモードでいきます。あらららら、あ、力強いね。ということでね、今からね、ちょこっと鈴鹿サーキット周りを回ってみようかなと思います。鈴鹿サーキットはね、丘の上、ちっちゃな山の上に立ってるので、割とアップダウンの検証になるんじゃないかなと思っております。ちょっと、初の電動アシスト自転車、e バイクとやらの実力をね、見てみたいと思います。はい、撮影スタイル的にはこんな感じで出かけます。まあ、自転車でね、とある理由としては、一眼レフでの撮影とかも一緒にできたらいいなというのが理由なので、これでね、まあ、今日撮影するかどうかは別ですけどね、回っていこうかなと思います。あ、意外とやっぱり前輪モーターなので前輪の転がりはあんまりいいわけじゃないよな。さあ、行きますー。
ローモード。フロントがね、まあ、動くので、どうしてもフロントが浮くような、まあ、上り坂とかそんなにはそんなに得意じゃないはずのこのミニフォールディング16ですけども、ああ、なるほどね。これ前輪に荷重がかかってるかどうかを見てるのか、前輪が空転しやすいのか、前輪に荷重かけるつもりでね、ハンドルにキャって体重かけながら登ると割と楽ちん。ああ、ミッドモードとハイモードでだいぶ差が出るね。鈴鹿サーキットの坂、そんなにきつい坂じゃないんですけど、だらだらと長い坂ですね。そこもなかなか快調に登らせてくれますね。おー、鈴鹿サーキットの観覧車を見ながらのベネリ君です。こりゃすごいね。で、まあ電動アシスト自転車、まあ、バイクのようにね、全く脚力がな必要なく走るわけじゃないので、坂道走ってて疲れないのかって、いやそういうわけじゃないんですけど、そういうわけではないんですけども、いやすごいやね。はい、トゥインゴさんのいる駐車場まで戻ってきました。いいよと。トゥインリンゴでベネリンコって感じですね。はい、これで電源をオフ、手を伸ばしてペダルも畳んでおいて、よいしょ、これで折りたたむよと。しまいました。さあ帰るか。